ライオンの宮巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニ座キャンサーのゴールドセインとデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海宮に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海宮を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの紫龍、全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五郎法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五郎法での決着を今つけてくれるわ。ファイト。目が見えるここは石式なのだ。シリーが、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この一撃で決める。あの遠くに見える人影は、あの後ろ姿はもしかして伊賀佐兵なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は死ぬ。この声はサモリオ将士の方で、伊賀佐兵が倒せるの昇竜派。では死ぬわけにはいかん。この方法で無にかけられるやつが何を止めるんだ。今は誰も助けることはできん。ここで死ぬのだ。みんな、この最強の剣と盾の前に敵はない。まだか、まだ高みを目指せる。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします。紫龍を。誰かが紫龍の魂を石式から呼び戻している。これは五郎法。そこか。失せろ小娘。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、紫龍からゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地位一滴までもが沸騰しているのだ。お前は
竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うっやー、バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。シリューの逆鱗に触れたのだ。俺様を舐めるなよ。はいと。お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かまだブロンズの攻撃を出ていないから。悪を滅ぼす真のセイントだ。たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの位置まで高められるはずだ。ミカさん、この四国にで赤色冥界派を喰らい続けると、魂は姿になり、見知らぬ地点に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。お前の魂を鍛えてやる。赤色冥界派を喰らい続けると、魂は姿になり、見知らぬ地点に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。そういうことだ。ゴーザン、そういう命も得ちようとも。ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。これぞ鍛錬の賜物。誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春霊は無事なのですか。よかった、老師、ありがとうございました。ん、シリュー、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。